サッカーエルサルバドル代表は、エルサルバドルサッカー連盟により構成される、エルサルバドルのサッカーのナショナルチームである。ホンジュラスとの間で起きたサッカー戦争で有名。ホームスタジアムは、首都サンサルバドルにある、モュメンタル・スタディオ・クスカトラン。北、中米カリブ海地区予選でホンジュラスを破り1970年、メキシコ大会にワールドカップ初出場。 しかし世界とのレベル差は大きくベルギー、メキシコ、ソ連に3連敗を喫して0得点9失点のグループ再開で一時リーグ敗退した。1982年スペイン大会で3大会ぶり2度目の出場を果たす。一時リーグ初戦のハンガリー戦では1の10の大敗を喫して1試合最多失点を記録した。残り二試合では守備を立て直しベルギー戦をロの一 アルゼンチン戦を0の2と3失点で切り抜けたが、0勝3敗1得点13失点のグループ再開となり一時リーグ敗退に終わった。その後は、北、中米カリブ海地区予選での敗退が続き低迷。https コロンスラッシュスラッシュ www.fifa.com スラッシュ ASSOCIATIONS ラッシュアソシエーションイコール s l v アバウト、HTML ハット、エルサルバドール、レコードインターナショナルプレイヤーズ rsssf.com, 2017年1月4日閲覧。これが戦術のサッカー戦争の短所となった。オージアンスキーゼロック SLV, レコードインターナショナルプレイヤーズ rssf, rssf,2011 年8月21日閲覧。 ありがとうございます。